日本群馬県桐生市、ともえ町派町は、群馬県桐生市の町名。現行行政地名はともえ町1丁目、及びともえ町2丁目。面積は0.12平方キロメートル。郵便番号は376-0021。桐生市の中部に位置する。末広町、宮前町、堤町、元塾町とともに、桐生市大白区に属する。東部は、本町丁目に、 南部は、西木町一丁目、稲荷町に、南西部は、三原町に、西部は、元宿町に、西北部は、宮前町二丁目に、北部は、末広町にそれぞれ接する。両毛線、渡瀬渓谷線の気流駅南口一帯を占めており、オフィスビルやホテル、学習塾、予備校などが見られる。かつての元宿村の一部にあたる。1873年に、 今泉村、筒見村、元宿村、村松村が合併して、安楽戸村となる。1889年の町村静施行により、気流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井が合併して、気流町が発足、安楽戸村は気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に、 大技が廃止され現在の町名である、波長となった。かつての波長一帯は、1902年に設立された、模範工場気流年史に日本絹年と改称の敷地であった。唯一現存する工場の事務所棟は、気流市文化財保護課の事務所として使用され、絹年記念館の名で親しまれている。なお、かつて末広町だった。 ファミリーマート桐生末広町店付近は桐生駅周辺土地区各整理事業により住所が変更され共江町となった2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる新川橋通りコロンバス通り昭和通りが通過町内に 気留市から指定された指定緊急避難場所、指定避難所はない。ありがとうございます。